気持ちを前面に押し出した激しいプレーで後方からチームを支え、ディフェンダーながら高い得点力も兼ね備えているセルヒオ・ラモス。今回はそんなラモスにまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。その気合の入った激しいプレーから闘将とも呼ばれるラモスですが、若い頃はマヨネーズというあだ名で呼ばれていたことも。マヨネーズが大好きで、ビッグマックやポテト、あらゆる食べ物にとんでもない量のマヨネーズをかけていたらしい。2006シーズン宿敵バルセロナとの伝統の一戦エルクラシコにおいて、ボールを取れなかったことにイラついたのか、ドラウジーニョを蹴り飛ばす。2009年バジャドリー戦を出場停止の影響で欠場したラモスは試合をスタンドで観戦。マドリーリードで進む中、友達の闘牛を見に行くために試合終了前にスタジアムを後にしてしまい、批判にさらされる。2010シーズンからのクラシコといえば、試合内外での戦いが激しさを増していったことが印象的ですが、クラシコにおけるペップとモーリーノの初対決となった試合において、マドリーはバルセロナに0対5と大きく点差をつけられている状況で迎えた後半終了間際、メッシを後ろから蹴り飛ばしレッドカードで退場。さらにプジョルを押し倒し、シャビも振り払うスーパーコンボを決める。さらに翌年行われた国王杯でのクラシコでは、ファールを受けていたガルビジャをアルベルアとの共同作業で抱き起こし、起こされたビジャは一瞬にして回復。メッシもやってきて両チーム入り乱れてしまう。その国王杯の試合に勝利し優勝を飾ったマドリーが、マドリード市内で優勝パレードを行っている際に、ラモスが持っていた優勝カップをバスの上から落としてしまい、そのままバスに轢かれてお亡くなりになられてしまう。ラモスの奥さんであり、スペインの人気タレントでもあるピラール・ルビオと付き合うきっかけとなったのは、ラモスが3夜連続で彼女の夢を見たから。それをきっかけにラモスがメッセージを送るようになり、付き合うことになったらしい。2011シーズンチャンピオンズリーグ準決勝でバイエルンと対戦、試合の決着が PK 戦にまでも連れ込むと、相手ゴールキーパーのイヤがロナウド・カカの PK を見事ストップ。そのプレッシャーもあったのか、ラモスは PK を大きく枠外に外してしまい、チームは敗退。試合後にノイヤから、ラモスが枠外にシュートを打つのが好きだなんて知らなかったと煽られてしまう。ジエゴ・コスタとラモスは両者ともに試合中に激しくやり合う姿がたびたび見られましたが、2012年の試合において、ラモスはその日も何度かやり合っていたジエゴ・コスタに対してどさくさに紛れて唾を吐きかけた瞬間をしっかりとカメラに抜かれ、物議を醸してしまう。スペインで最も発行されている新聞であるエル・パイスのインタビューの中で、サイズは重要かと質問され、大きさよりも質だねと回答。2013年に行われたクラシコでは、その日クラシコデビューを飾ったネイマールに対してしっかりと削りに行ってクラシコの洗礼を浴びせる。スペイン代表での練習でゴールキーパーレイナとの PK 対決をしたラモスは、本職のゴールキーパー顔負けのセーブを連発。その身体能力の高さを見せつける。スペイン代表としてアメリカを訪れていたラモスは、世界的有名ランジェリーショップビクトリアシークレットで奥さんへのお土産を真剣に選ぶ姿が激写される。ちなみにイニエスタ、レイナ、ブスケツも買っていた模様。セルタとのリーガでの試合において、スライディングをしたはずみでスパイクが脱げてしまったラモスはそのままプレーを続行。履き直すタイミングが見つからず、手にスパイクを持ったまま守備をして失点してしまう。中国で行われたプレシーズンマッチの大会で優勝をしたマドリーが、記念写真を撮っている際にバスケスにちょっかいを出されてビンタをお見舞いした直後、アルベロアに大事なところをタッチされてしまう。代表での試合の際に記念撮影があるかと思ってポーズを取って待機していたラモスですが、実際に写真を撮ることはなく一人取り残されてしまう。プレシーズンマッチでトッテナムと対戦、試合中に相手のラメラに削られてイラついてしまったのか、その後のプレーでエリクセンをがっつり削り返してしまう。2015年セビージャとの試合においてラモスはオーバーヘッドで得点を記録しますが、このプレーでラモスは肩を負傷。するとこのオーバーヘッドから肩を痛めてしまう様子がキャプテン翼と完全一致すると話題に。2016年に行われたエスパニョールとの対戦では、開始早々にイエローカードの警告を受けてしまいます。すると前半の25分、相手選手のシュートを手でブロックしてしまったラモスは、手ではなく顔を押さえて倒れ込み、審判の目を欺くことに成功。退場を免れる見事な演技力を発揮する。トレーニングをしている様子を撮影している最中に、子供から殴られまくって邪魔されてしまう様子が可愛すぎると話題に。日本で行われたクラブワールドカップで鹿島アントラーズと対戦、柴崎選手の活躍もあり苦戦を強いられると、すでに1枚警告を受けていたラモスが金崎選手への後ろからのチェックでファールを犯し、ラモスはちょっとやっちまった感のあるこの顔。しかし審判はポケットに手をやるも、2枚目のイエローカードを出すことはなく、ラモスは早々に審判から離れ、カードを避けようとする狡猾さが話題に。ちなみにラモスはこのシーンをラッキーだったと後に語る。スペインのテレビ番組に出演した際に華麗なムーンウォークを披露、ダンスの才能を見せつける。2017年4月のクラシコにおいてバルセロナの1点リードで迎えた76分、メッシの足元に思いっきりスライディングをかましてレッドカードで退場。結局この試合はメッシにロスタイムに勝ち越し点を奪われ敗北してしまう。同年のチャンピオンズリーグで見事優勝を飾ったマドリーですが、ラモスもピケと同じようにゴールネットを切り取ってお持ち帰りしてしまう。2017シーズンのクラシコでスアレスをぶん殴る。2018年リーガの試合においてエイバルと対戦、すると試合中突然ラモスが姿を消し、何事かと騒がれましたが、我慢しきれず大きいのをするためにトイレに行っていた模様。チームメイトにベンチで笑われてしまう。
2018シーズンのチャンピオンズリーグ決勝において、マドリーはリバプールと対戦。すると前半サラーとラモスが交錯。故意だったのか流れでしょうがなかったのかは本人にしか分かりませんが、このプレーによってサラーは負傷退場。総合格闘技アナリストによると完全に決まっていた模様。ラモスとサラーの交錯は物議を醸し、リバプールがカリウスの影響もあり敗戦。マドリーのチャンピオンズリーグ3連覇という形で幕を閉じると、これに怒ったファンたちからラモスの電話番号に脅迫電話が殺到。番号の変更を余儀なくされてしまう。さらに当時リバプールに所属していたロブレンとはピッチ外でも火花を散らし、ロブレンがラモスのディフェンスの脆さはマドリーの攻撃力のおかげで目立ってないだけだと発言したり、ラモスに競り勝っている画像を SNS に投稿するなどラモス批判を繰り返していた最中、ファンの一人が投稿した泣き顔のロブレンとビッグイヤーを掲げる自身の写真が並んでいる投稿にいいねを押してしまい話題になる。マドリーでの練習中、若手のレギロンがラモスに接触。するとラモスがこれにブチ切れてボールを2回蹴りつけてしまう。マドリーのチームバスが目的地に到着した際には、レギロンが居眠りをしていることをラモスとクロースが発見。いつ気づくのか観察し続けて、慌てて降りてきたレギロンを見て大爆笑。アトレティコに所属するグリーズマンが点を決めた後に、フォートナイトのエモートを真似たゴールセレブレーションを行ったことを根に持っていたのか、2019年2月の対戦時には、ラモスが PK で点を決めた後に、同じようなセレブレーションを行ってグリーズマンを煽り返す。チャンピオンズリーグの1回戦でアヤックスと対戦。ファーストレグの終了間際にイエローカードをもらい、次の試合の出場停止が決まったラモスですが、試合後にメディアに対してこのイエローカードは故意にもらったものであるとなぜか告白してしまい、意図的にイエローカードをもらったとしてUEFAからの2試合出場停止の処分を下してしまう。その後のアヤックスとのセカンドレグではホームで1対4と敗戦。ラモスはその間スタジアムで自身のドキュメンタリーを撮影していたことが発覚し、チームメイトや会長と衝突。他方面から批判を食らってしまう。ラモスの自宅には最後の晩餐の絵が飾られていますが、実際のものとは異なり、中心にはラモスと奥さんの顔が、さらにラモスを取り囲む十二使徒の中には、マルセロやバスケスなど友人の顔が描かれている模様。2019年のマドリーでのトレーニングにおいて、鳥かごで鬼であったバルベルデがボールを奪えなかった後にラモスが地面を叩きつけるバルベルデの真似を披露。これはその直前に行われていたバレンシア戦で劇的同点ゴールが決まった後、バルベルデが地面を叩きつけて狂気していた姿を真似したもの。2020年6月、ラモスはいくつかの写真をインスタグラムに投稿。髪を長らく切ってないであろうラモスの姿が仙人のようだと話題に。同年のバレンシア戦において、イガンインからとんでもない削られ方をしてしまう。バロンドールといえば、メッシ、ロナウドの台頭以降、唯一モドリッチが取った年を除けば、メッシとロナウドによって独占されていますが、2020年の夏頃、ラモスがリーグの会長にバロンドールを取らせてほしいと懇願している音声が流出。結局この年はコロナの影響で、バロンドールには誰も選ばれなかった模様。当時34歳のラモスがインスタグラムに投稿した写真の肉体が古代ギリシャの彫刻にそっくりすぎるとの声が寄せられる。ラモスはその気持ちと狡猾さを前面に押し出した激しいプレースタイルゆえに退場することが多く、これまで671試合に出場し、もらったイエローカードは201枚、レッドカードは26枚、現在の欧州5大リーグにおける史上最多退場記録保持者。2020年8月、自身のトレーニング風景を撮影した動画を投稿したラモスですが、ハンナで鎖をぶら下げながら筋トレをしている姿に対して、本当にサッカー選手なのかと言われてしまう。さらにラモスは逆ダッシュをしているトレーニング動画を投稿。この様子を見て日本では全力坂にしか見えないとして、全力坂の音声が当てられた動画が作成されてしまう。2020年11月、チャンピオンズリーグでインテルと対戦。試合中にエリア内で倒れた元同僚のハキミを無理やり抱き起こすと、起きろよクソ野郎、盾をネズミみたいに叫ぶのをやめろ、と言い放ったところをしっかりとカメラに抜かれてしまう。2021年1月、マドリードで大雪が降った際にラモスはインスタグラムに動画を投稿。大雪が降る中、ユニフォームを脱いで、夏大好きと叫ぶ姿が映し出されており、大場面からは頭おかしいんじゃないか、というコメントをされてしまう。当時 TikTok で流行っていた奇妙な動きをして自身の相手を子供と一緒に脅かすラモスの様子を見たファンの一人から、試合中のラモスからは想像できない姿と言われてしまう。2021シーズンからパリ・サンジェルマンに所属しているラモスですが、コンディションの問題でなかなか試合に出場できない状況が続く中、2021年12月末に途中交代で今季2試合目の試合に出場。しかし81分にイエローカードをもらうと、さらにその4分後に2枚目のイエローカードをもらって退場してしまう。そんなラモスのスネ当てにはパリ・サンジェルマンでビッグイヤーを掲げる自身の姿がプリントされていますが、ファンからは頼むから試合に出て活躍してくれと苦言を呈されてしまう。パリ・サンジェルマンのドレッシングルームで撮影された動画において、坊主にするエフェクトによって坊主姿を披露したラモスが意外と似合っていると話題に。マドリー時代の年俸交渉においてピケの年俸をたびたび引き合いに出していたラモスですが、ピケの年俸が約36億円であるというニュースが流れた際にラモスはこれに激怒。関係者に真偽のほどを確かめまくっていたらしい。
ということで今回はラモスにまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。過去の動画で取り上げているエピソードに関しては取り上げなかったので気になる方は覗いてみてください。それでは。